崎史郎の暴走によりミラーワールドと現実世界の壁が消え、大量のミラーモンスターが現実に出現してしまう。仮面ライダー龍騎、木戸真嗣は先行して戦っている仮面ライダーナイト秋山蓮のもとに急行する。しかし現実世界の危機はミラーモンスターだけではなかった。ミラーワールドの仮面ライダー龍我が自身の強さの証明と現実世界での体を求めて彼らに迫っていた。しゃあ急いでね。マップを見て見て。ああ、待ってろ。すぐに行く。ほっ、でほっ、さあ、危ない。蹴りをつけるか。何があったんだよ。今話せる場合じゃない。戦いに集中しろ。一緒に戦おう。邪魔だ。邪魔だ。アカベ、少しはマシみたい。またモンスターが出たのかよ。今回だけは手伝ってやる。早く終わらせて。ファイナルベント。受け取れ。危ない。ミラーワールドからの贈り物だ。蹴りをつけるか。こんなのってないよ。これが攻撃のつもりか。何？ここはもう大丈夫だな。
マップを見てみて。ファイナルベント。はあ。お前は誰だ。これはもう一人のお前か。ミラーワールドのお前。危ない。違う。俺は ファイナルベント。